株式会社ベースボールマガジン社は野球をはじめとしたスポーツ、体育関連の雑誌、書籍の発行を主に行う日本の出版社。略称は BBM。本社は東京都中央区日本橋浜城に置く。社名にベースボールとついているが、編集プロ時代の1949年に創刊したベースボールマガジン編集、スモーゴーをはじめ、 あらゆるジャンルのスポーツ情報誌やムック、書籍を発行している。スポーツ選手のトレーディングカード、BBM スポーツカードの発売、スポーツ関連の DVD ソフトの発売なども手掛けている。創立のきっかけとなった、ベースボールマガジン創刊号1946年4月、野球界編集長を務めた池田恒夫により、東京都北多摩郡やホームラの自宅に公文社を設立し、 ベースボールマガジンを創刊。それに合わせて、同年5月3日、同じく、ヤホ村で、編集部門として、ベースボールマガジン社を設立した。1951年3月20日に、株式会社ベースボールマガジン社として法人化。合わせて、ベースボールマガジンの発行元となった。1956年に本社を、東京都千代田区神田西区町3の三営店。 1965年には、兄弟会社の公文社から、平凡パンチに競合する男性向け週刊誌、海六セブン、朝日ジャーナル路線の総合雑誌、潮流ジャーナルを創刊するも1年ともたずに休刊。その他の翻訳出版などもうまく行かず、資金繰りが悪化して10億円とも言われる負債を抱えて倒産。1967年12月に、東京地方裁判所に、 会社構成法の適用を申請して再建に乗り出す。この倒産時に一部の社員が退社し立ち上げたのが日本スポーツ出版社である。1984年に、高楽園球場近くの千代田区三崎町3 10の10の 10A 店。ベースボールマガジン社球社屋2015年4月1日より新潟県南魚沼市の大原運動公園野球場の命名権を取得し、 ベイマガスタジアムの名称で呼ばれる。2016年に三崎町の本社ビルを売却し、東京都中央区日本橋浜町へ移転。増刊扱いの雑誌は除く。創業家の池だけによる同族経営である。聖の五十音順。編集者内はベースボールマガジン社社員としての在籍機関。不明その他株式会社公文社は、 ベースボールマガジン社の兄弟会社という関係にあり、本社、販売部は同じ東京都千代田区三崎町三丁目に設けられていた。社名の久氏は池田恒夫から一時取ったもの。前日の海六世分、潮流ジャーナルのほか、池田恒夫の趣味であるソ連や東ヨーロッパ関係の出版物として、東欧文学全集やソ連の雑誌、スプートニクの日本語版を出した。 そして BBM がベースボールマガジンの発行元となって以降も公文社からは野球をはじめとするスポーツ関連の雑誌、書籍を発行する場合がある。特定の野球選手を取り上げたグラフ誌、ベースボールアルバム、特定のプロレスラーを取り上げたグラフ誌、プロレスアルバムももともとは公文社からの発行だった。過去に公文社から発行していたスポーツ関連書籍を 後年 BBM が改訂版として発行することがある。また、2009年12月10日には、週刊プロレスの1500号を記念して、1982年から1983年に、当時の公文社が発行していた、プロレスアルバムの初代タイガーマスクを取り上げた全3号を、復刻、合本した、プロレスアルバムタイガーマスクスペシャルエディションを、BBM から発売している。 BBM が発行している各種トレーディングカードの商標は公文社が所有している。2016年1月1日付で BBM に吸収合併された。ありがとうございます。